ティソンデチェン、チベット語、バイリー転写、クリース・ロングル、ダブルザーン、742年から797年、98年は、古代チベット王朝であるトバンの王、在位、755年、56年から797年、98年。37代国王ティレツグゼンを父に持ち、ナナム氏族のマンポジェシティンを母とする。唐で起きた安氏の乱に乗じて、唐の首都、長安を占領し、西域に駐屯する唐軍の弱体化に乗じて、勢力を拡大した。ティソンデツェンの在位中に、チベットの支配領域は最大に達する。後世には、軍事的功績と、神話的な要素が入り混じったティソンデツェンの伝承が作り出された。また、ティソンデツェンの時代に、チベットの仏教文化は顕著な発展を見せる。ティソンデツェンは、サムイェー寺の大伽藍を建立し、779年に仏教を国教に制定した。後世の人間は、ティソンデツェンを、ソンツェンアンポ、ティツクデツェン、レルパツェンと並ぶ、仏教王の一人に数えた。ティソンデツェンは、ティレツグゼンの次男として生まれる。13歳の時にティソンデツェンは王位に就いた。成長したティソンデツェンは、内相、将軍らの協力を得て、父を暗殺した宰相たちを討つ。755年から唐で起きていた、安氏の乱に乗じて、近江周辺を占領し、762年に唐と和約を締結した。しかし、なおも、トバン軍は、東進を続け、763年10月に長安を占領する。長安への無血入城を果たしたトバン軍は改元と大赦を布告し、後部折将広を新たな唐の皇帝に擁立した。入城から2週間後に、トバン軍は長安のシオンナ公将を連れて帰国し、長安から帰国するトバン軍は、進路上の商業都市で略奪を行った。779年に、唐で、徳宗が即位した後、トバンと唐の間で捕虜の返還が行われ、トバンの求めに応じて、唐から仏僧が派遣された。783年にトバンと唐の間に、和平条約、唐茂会盟が結ばれ、唐への軍事作戦は、消極的になる。翌784年に、唐の節度市、朱が反乱を起こした時、トバンは反乱の鎮圧のために援軍を派遣した。唐が協力の対価を支払わなかったことに軍部が不満を抱いたために和平は破棄され、西域に進出したトバン軍は敦煌を占領した。789年にトバン軍はビシュバリク、ホータンを占領する。790年に記事の安政都護府を攻略、同年にトバンの支配領域はアム川、フェルガナ方面に広がるが、アッパース朝に阻まれてこれ以上支配領域を拡張することはできなかった。トバンの支配領域は、西はキルギット、バルチスタン、東は雲南、四川に広がり、東北部は河西回廊を含んでいた。インド、ベンガル地方からの使節がチベットを訪れ、トバンは中央アジア、北、インド、アフガニスタン、イランにつながる交易路を確保した。晩年、ティソンデツェンは、妻のともう一人の妻、ポヨンサギャルモツンの不仲を憂い、ポヨンサを自主の胸ツェンポに妻として与えた。しかし、ツェパンサのポヨンサへの憎悪は、より強くなった。797年、98年にティソンデツェンは、競馬の場で没した。ティソンデツェンのために一辺180メートルの3層のピラミッド状の墓建てられ、チョンギエ村のトバン王家の母群の中で最も大きなものになった。ティソンデツェンの死後よりトバンは徐々に衰退していく。ティソンデツェンの幼少期、仏教の台頭を恐れたチベット土着の盆教徒によって廃仏が行われる。20歳に達したティソンデツェンは仏教の国教化を宣言し、長安占領に従軍した人々はティソンデツェンの政策に賛成した。ネパールで仏教を学んでいたバー氏族のセルナンの仲介によって、インドのナーランダ僧院の長老である仏教哲学者、シーン・タラクシタをチベットに招聘し、彼から仏教の教えを受けた。779年に、シャーン・タラクシタは、インドから12人の僧侶を呼び寄せ、彼らと共に6人のチベット人出家者に具足戒を授け、ティソン・デツェンの治世では、サンスクリットや漢語の仏典が正確にチベット語に訳され、後世のチベットオークラ行の原型になった。775年にサムイエーデラの大伽藍が寄港され、12年の工事を経て大伽藍が建立された。サムイエーデラの建立に際して地鎮に当たったタントラ行者のパドマサンババ、レンゲ制は後世のチベットの民衆や行者に強い影響を与えた。仏教の拡大に伴い、旧来の梵教の勢力はインド像とニンマ派の行者によって抑えられた。しかし、師書の中には、シャーン・タラクシタでも梵教徒を屈服させることができず、ティソン・デツェンが反対派の人間を処刑したと記しているものもある。ティソン・デツェン在中のチベットの支配層の間では、主にインド系仏教と中国系仏教が信仰されていた。敦煌の前僧、マハーヤーナがチベットで支持者を増やし、791年に皇后がマハーヤーナに帰依すると、事態を重く見たティソン・デツェンはインドからシャーン・タラクシタの弟子であるカマラ・シーラを招聘した。794年に行われたサムイエーデラの修論でカマラ・シーラがマハーヤーナを破った後、ティソン・デツェンはインド系仏教がチベット仏教の正統であると宣言した。一晩は党と対立していたために中国系仏教徒は追放されたが、東チベットにはなおも中国系の仏教を信仰する人々が残っていた。チェパンサとポヨンサの他に、ティソン・デツェンには4人の妃がいた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。